武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、医学部の看護学科で出題されており、まあ、題文が2題出ております。で、まあ、出てる問題に関しては1題が、課題文を読み取ってからの、自分の意見を回答する形式、そしてもう1個が、まあ、表が与えられてそれを読み取った上での回答という形ですね。で、題文2題で90分で、文字数が題文1が600字程度、題文2が400字程度で、トータル1000字程度の論述という形となっています。で、課題として挙げられているものそのものの文章の難易度はそこまで高いわけではないですが、まあ、医師学系などの基礎知識がないとちょっと答えづらいかなという側面もあるので、まあ、あの小論文の書き方の本と、まあ、医師学系のネタ本一冊を仕上げておくといいかとは思います。まあ、なので、小論文の完全攻略本と、まあ、小論文の完全ネタ本の、まあ、医師学系など、使っておくといいかなと思います。まあ、これに関しては正直小論文の対策さえしっかりやっておけば、まあ、ここは割とオーソドックスな問題で、まあ、表の読み取りに関しても、まあ、読んで考えられることを見ればわかるというもので、ただその本当にそれだけでわかるかって言われると最低限基礎知識ないとちょっと答えづらいかなっていうところもあるので、まあそういう意味でそのネタ本の知識の入れることを早め段階からやっておいた方がいいかなと。まあ、要は興味関心を問われるような部分がありますので、あの医療系の分野に関してですね。なのでそこはまあ、あの一気に詰め込むというよりは、まあ、本当に夏ぐらいからですね、1日1台とか2台ずつでもいいのでコツコツとあのそのあたりの知識を入れていくように心がけてみてください。以上が小論文の勉強となります。